ニュース2022、12月22日号ってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社ふるがむ創生8でございます。まあ、今週もね、4つほどね、ニュースいろいろ見繕って、競馬ニュース、サッカーニュース、野球のニュース、まあ、やっていこうと思うわけなんだけれども、まずはね、まあ、とりあえずいつも通り競馬のニュースから、アサヒ杯フューチュリティステークス、ドルチェモアが完勝ということでね、まあ、阪神もね、もう最終週近づいてきてどうかなと思ったんだけれども、まあ、それでもね、あのローラーかけたり、いろいろババア整理したりね、あのエクイターフとかいろいろなね、要素があって、まあ、今回の、阪神ジュベナイルフィリーズも、アサヒ杯フューチュリティステークスも結構ね、イン有利のババではあったんですよ。まあ、そんな中で、まあ、ね、あの2枠、2番枠、1枠2番を引いて、まあ、ドルチェモア、あのスタートも良くてね、まあ、ただ2頭前に行かしてみたいな、あの恵まれた競馬ではあったんだけれども、やっぱねその2頭も足りないよね。まあインを進んだ中で外に持ち出すときに結構ロスがあった、まあ、そこでね一瞬もたつくシーンがあったんだけれども、そっから伸び出してから強かったよなと。まあもちろんね、いいコース進んできたから恵まれたよっていうふうに見てもいいっちゃいいんだろうけれども、あれはもうあの差はつまらないよな。ダノンがね、どんだけいい足を出してきたとしても、あの競馬でね、よく昔から聞く用語で言うところの永遠の一馬身っていうやつだなっていう感傷だったと思います。まあ、これはね、あくまで、まあ、POG 指名馬の引き目みたいなところもあるかもしれませんが、まあ、それにしてもね、一応マイル路線では2着馬3着馬も素質を見せて、来年の皐月賞 NHK マイルカップと1600から2000って、あのその辺の、ね、路線においてはこの、ね、トップクラスなんじゃないかなと思わせてくれるだけの強さを見せてくれました。まあ、これでね、POG 的にはボバ・ヒンバともに2歳 G1 制覇ってことでね、今年は非常に順調なんですけれども、まあ、そんなわけでね、まあ、頑張ってくれてありがとうという感じでやっていきたいと思います。続いて、まあ、サッカーですね。ワールドカップ、アルゼンチンが36年ぶり優勝、3対3で PK っていうね、歴史的な打ち合い。まあ、決勝戦で2チーム合わせて、6点入ったっていうのは過去に例があって、まあ、1958年のブラジル対スウェーデンだったかな、5対2っていう試合もあったんだけれども、まあ、負けた方、PK だから公式戦ではだと引き分け扱いだよっていうけど、まあ、カップ掲げなかったら負けだからね、決勝戦だからね。そういう意味では負けた方が、あの3点取ったっていうワールドカップ決勝は史上初。まあ、そういうね、あの細かい数字で言わなくても、あの試合見てたらもうインパクトで分かるだろう。もう歴史的な、ワールドカップ決勝の中でも超歴史的な名勝負だよ、あれは。もうあの一生語り継げるし、あれをちゃんとあの起きて見ていたっていうだけでね、あのサッカーファンとしては一生こうその話題ができるっていうぐらいの試合でした。そしてメッシ35歳のワールドカップ、まあいや俺代表引退しねえとか後になって言ってるけど、もうこれ普通に考えたらラストですよ。本当に中心として輝ける最後の輝きをここで見せてくれた。映画で言えばもうこれフィナーレだからね、メッシがこうワールドカップ抱えたところでエンドロール流れるぐらいのシーンだからね。で、あの素晴らしい結末に終わってね、ほぼ世界中、まあほぼフランス以外ね、世界中がわーよかったね、よかったねで、ね、あのそう見てたと思えるぐらいのね試合でした。大団円でしたね。で、エムバペは23歳、ハットトリック決めてね、あの決勝ハットトリックで負けるっていうのは史上初ですからね。まあ、もちろん3点取ったチーム自体が初なんだから、1人で3点取ったら初に決まってんだよ、うん、っていうね、あの涙があって、でそのエムバペがね、いやもうフランスも事前にね体調不良とかあって動きが重い中で、エムバペがね、2点取ってね、1分でひっくり返したってか、追いついたもんね。いやっていうところから次の物語始まるのかなとか、まあ、そんな中でね、まあ、日本も最終順位、9位ってことでね、大健闘。まあ、ワールドカップね、最終的に1位から32位まで一応順位つけるそうで、まあ、ベスト8で負けた組の中でも最上位扱い、まあ、PK まで行ったしね、というような感じでね、上位扱いしてくれるそうですね。良かったですね。まあ、そしてサッカーのニュースもう一ついきましょう。来年の開幕を告げる富士フィルムスーパーカップ、まあ、昔のゼロックススーパーカップですね、2月11日国立で開催ということでね、
まあ、J リーグ毎年ねシーズンの幕開けを告げる J1 開幕の前に前年 J1 王者と天皇賞の王者が対戦する、まあ、シーズン2023の開幕を告げる試合、まあ、これがね、新しくなった国立で2月11日初めての国立でのサッカーってことになりますね。新しい国立では、まあ、前の国立はねヴァンフォーレ甲府が、ね、ホームスタジアムにしていて、あの改装の年も開幕戦もやったし最後の試合もやったしというような感じだったんですけれども、まあ、久しぶりだなと。これがね優勝賞金3000万円準優勝2000万円ということで、すでに2000万円獲得は決まってるんですが、1000万かけてサッカーするということになります。まあね、あのシーズン開幕を告げる試合ですから、なんとか勝ってくれって言いたいところだけど、まあ相手がね本当に J1 のチャンピオンなわけですから、 J218 位でじゃあ相手じゃあ荷が重いっていう気もしますけどもね、まあ、どっちにしたってね、うん、あのシーズン開幕こんだけ仕上がったぞと希望を感じさせる試合はしてほしいななんていうふうに願っております。まあ、そして最後に野球のニュース、阪神タイガースオーナー交代、史上初めて阪急電鉄出身者にと。まあ阪神電鉄はね昔はまあもちろん独立した企業だったんだけれども、十何年か前かな、村上ファンドがねあの敵対的な買収を仕掛けてきて、まあ、それに対するホワイトナイトとして阪急電鉄がこうあの阪神電鉄の株を購入するというような形になったわけですね。まあ阪急で、まあ、一度はねプロ野球を手放したプロ野球チームを手放した阪急ブレーブスを手放した阪急ホールディングスがあの新たにあの球団を取得したわけだから、これあの入会金払えよみたいなねちょっとしたゴタゴタはあるにはあったんだけれども、いやまあまあまあって感じでねなあなあになって、まあ、あの企業ごと買われたわけだから、まあ、それはええやろみたいな感じになったんだけれども、まあ、とはいえね阪神出身者がこれまでオーナーを務めてきた阪神タイガースが史上初めてですね阪急電鉄出身のオーナー、もうこれでね事実上阪急タイガースみたいな感じになったって言えるのかな。まあ、ちなみにね、阪神タイガースじゃないや、阪急阪神ホールディングス、阪急電鉄の創始者って、まあ、地元山梨出身の人でね、まあ、韮崎出身で、ここから、生まれた家が未だに跡地残っててね、結構近所だったりするんでね、よし、これで阪神ある意味地元チームだから応援するべみたいな感じでね、まあ、ウェガムラジオ出てくれるマサックスさんはじめとしてね、知り合いに阪神ファンが多いのも、そういうところの影響もあるのかな。まあ、東京に隣接する町でね、唯一一番苦手な都道府県東京とかっていう統計データがあるのが山梨県っていう意味では、まあ、そういうこともあって、加賀山梨には阪神ファンが多いんでね、まあ、そういうね、地元の知り合いともども阪神タイガースには来年頑張ってもらおうかなというふうに思っております。以上、ハッチでした。